やったぞ、呪術廻戦のスマホゲーム、ファントムパレード。早速やっていくぞ。やるといえば、ガチャ。やっぱりガチャだろ。引き直しかの SSR キャラ確定ガチャ。引くぞ。あの先生出るまで引くぞ。わかるよな、もうな。あの先生が一番欲しい。おっと！いいね。めっちゃ綺麗だよな、絵もな。なんかチュートリアルの画面若干なんかやったんだけど、動きもヌルヌルで良い。おい、誰だ誰だ、めぐみめぐみ、引き直し、来てくれ、頼む。もうスキップでいいか、そろそろな。いや、次でスキップでいいか。ちゃんと見よう、この画面を。初めてだからさ。渋谷の画面か。おっと、誰来る。いや、いらん。いらんぞ、クリ、あ、違う。マキさん。マキさんもいいです。一通り被るまでいいか。被るまで見るか。記念だからな。やっぱり。呪術廻戦のスマホゲームね。結構待ったんだよな。結構待ったというか。おっと、ここでバッテリー！ん？誰でしょう。パンダ！パンダも欲しいんだよな。かっこよ。いや、パンダも欲しいのよ。五条先生の次欲しいのパンダなのよ。で、パンダの次欲しいのがナナミンだな。好きなキャラ。いやー、どうする？先生出るまで引くか、やっぱり。これはもう確定だよな。多分このスマホゲーやってる人ね、大体全員そうだと思うぞ。絶対五条先生引きたいだろ、最初に。いやー、迷うけどさ、やっぱり。ん？ちょっとムカついちゃった。いや、違う。あれ、なんでこんなパンダ出るんだ？パンダ？もういいって。そろそろ、スキップでいいか。はい、次。残念ですが。欲しい！めちゃめちゃ欲しいぞ。ナナミン。かっこよすぎだろ。なんでこんなかっこいいんだ、こいつ。いらんけど。いらんけどじゃねえな。欲しいけど今じゃない。まだあなたの出番じゃない。鮭。おかか。そろそろいいんじゃないかい。あら。来た。マイフレンド。おっと、主人公。主人公もいいけどさ。やっぱりお前ではない。ちゃう。いいね、来た。楽しくなってきた。なんで？なんでなんか若干違ったの今。もう違うの？あなただけこの演出が違うの？まさか。先生、最強だからですか？最強だから演出も違うんですか？すぐに追い越すぞ。違う。なんで、なんで、めぐみ、お前、それなの？なんだったんだろうな、さっきの。さっきの何？マジで。一旦上げて落とされたよね。そういうことするの？このスマホゲーム。そういう呪いなの？そういう呪いも発生するゲームなの？マキ！ゴマキだぞ、今。ゴマキ？ゴマキ？違うな、ノーマルマキだな。スキップ。そろそろ出てもいいだろう。おっと、来た！来たぞ、最強！先生！おめでとうございます！五条悟、ゲットだぜ。決定です。もう引きません。確定します。ありがとうございます。オッケー。みんな五条先生だろうな、引くのな。そんなんわかってる。とりあえず見せてくれ。五条先生を。じゃあやっていくか、メインクエスト2話。スクナ、初めて出てくるところだな。メンバーはこのメンバーで行く。いや、お前も来い。このメンバーで行くぞ。バトル開始。行くぞ。いいメンバーじゃないの。ここでダウンロードが発生します。都度、ダウンロードが発生しております。ご注意ください。両面スクナ2話。あいつに言われた通り待つだけなのか。俺は何にビビってる。どうこれマジで。そうだ、いいよな。ボイスありにこの絵。死ぬのは怖い。最高じゃないの。じいちゃんも死ぬのは怖かったかな。そんな感じは普通にアニメ見てる感じだもんな。俺も泣いたけど怖かったからじゃない。じいちゃんの死と。てか、なんか虎杖。今
目の前の幼いな。なんか何が違う。じいちゃんの人目の前のし。じいちゃん強いから人を助ける。じいちゃん久々です。お久です。久々見たな。呪いの数が増えてきたな。うわ音楽もいい。あの二人が虎杖の言っていた先輩だ。音楽もいいときました。うわ気持ち悪い気持ち悪いなんだこいつ。あの呪霊こんな感じだったな。夏いな。ああはなりたくねえ。頑固者見舞いなんて俺以外来やしねえ。俺みたいになるなんて。泣ける。確かにな。でも泣けるわ。じいちゃんは正しく死ねたと思うよ。けどこっちは間違った死だ。すごいな。もう倫理観というか成熟している。それに比べて俺はなんだ。いいか考えるのはやめよう。ここ4階だぞ。どんな身体能力してんだ。同感です。先輩を離せ。いいね。いい子に育ってんな。おっと引きちぎりやれ。うえかっこいい。あ玉剣は犬は犬っころ見たかったけど、まあまあいいか。なんで来たと言いたいところだが。あ、すまん、スキップしてしまった。ちなみにあちらのワンちゃんは出てくるか。ワンちゃん俺の式神だ。ちょっと狼が強い。見えねえんだよ。死に際とかこういう狼身が強いな。ちょいな。あこんな感じだったっけ。でも俺今まで幽霊とか見たことないしな。なんか若い感じがするな。お前二人怖くないんだな。いやまあ怖かったんだけどさ。知ってた。人ってマジで死ぬんだよ。マジで。だったら死ぬの人って自分が知ってる人くらいは正しく死んでほしいって思うんだ。正しく死にてえな。まあ自分でもよくわからん。先輩たちは気絶してるだけみたいだな。なんだで佐々木先輩の持ってる。なんかこの感じ初々しいな。ああ来ました。指特級呪物両面だ。うわなんでちょっと草生えてんのあれ。草みたいになってんのあれ。食ってどうすんだうまいのか。リアルか。リアルの感想かそれ。より強い磁力を得るためだ。危ないからさっさと渡せ。渡せ。気持ち悪いだろ指持ってんの。わわわわ痛い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 夏い玉剣犬っころ頼め。おお、みなぎってるな、こいつも。痛い痛い痛い。シグロ、助けてやれよ。お前は先輩連れて逃げろ。死亡フラグ。ここは任せて、お前は進めと。来ました戦闘。おっと、敵は変えるぞ。こんな感じです戦闘画面。まず敵を選んで、まあ基本殴ったり、まあここにある技をできるんだな。おっと裏剣玉剣でここに敵の上に書いてる夜とかなんかいろいろそれが弱点なんだな、まあ、裏剣すっか。手加減はしてあげるよ。来た。見ててごらん見ててごらん。行こう。行くわよ。お前は釘でも飛ばしといてくれ。行け裏剣。何やった先生。先生何やったんすか。よし、じゃあ覚悟でもしとっか。やるか。覚悟。そして玉剣でもしよう。玉剣。玉剣なんだ。何やるんだこれ。まあ、いいか玉剣。やっちゃっていいの。で格好つけさせてもらおう。格好つけて。行くわよ。でお前は釘でも飛ばしてろ。行け。人。おお。玉剣。おーいちょっと。おお強っ。何やった。そしてぶん殴ったか。よくわからんな。おカエルでも出すか。手加減はしてあげる。楽しくなってきた。釘でも飛ばしてるお前は。あれですらかっこいいってなんだ。いいのかそんなこと。決まってこうぜ。おなんだ敵の必殺スキル、まあ、注意しろってことだな。いける。溜まってる。
いや、ここは普通に殴ろう。で先生のを見よう。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。これ戻るってどうやんだ？あ、戻れるか。やるか、こっち、こっちやろ、こっち。そして、来ました。お前は釘でも飛ばしてろ。行くぞ。殴って、我慢。反転術式。収束、発散、術式反転。赤。やばやば、一撃、最強マジで最強、一撃かよ先生、最強ですね。こんな感じの戦闘なんだよ。結構良くない？結構いいよな、こういう戦闘。おう、めぐみ逃げろ、先生に任せろ。先生、赤やったら一瞬なんだから。逃げろ、お前たち。逃げろっつったろ。おお。てか、お前。てかさ、やっぱ五条先生引くべきじゃないか。あんな強いのか。4000くらったぞ。打剣で、裏剣で、300。倍以上。人を助けろ。こっちはこっちで。面倒くせえ呪いがかかってんだわ。いいね。いいね、これが呪いって。お前がいくら強くても呪いは呪いでしか払えない。おう、今あの二人抱えて逃げられるのはお前だけだ。現実路線。このままだと全員死ぬぞ。重要。のねえお前がいても意味ねえんだよ。気持ちと現実路線。呪いでしか。ピカン。食ってどうすんだ。うまいのか。よく。バカ言うな。より強い。よくその判断を。しようと思ったな、マジ。普通思わねえかんな。なんだあるじゃん。強。全員助かる方法。強すぎるメンタル。主人公すぎるぞそのメンタル。そして爪の方から飲むっていうな。普通逆だろ、刺さると思うじゃん。爪の方からいきます。ありがとう。さすが主人公。指、特級呪物だと。猛毒だ。確実に死ぬ。こっから来ますか？いや、マジでスクナも出たら欲しいな。来た。来たぞ。来たぞ。あの呪霊を。スクナが。スクナが来るぞ。やばい、笑い方だけでかっこいい。最悪だ。服ビリビリやん。服は直せないんですか。やはり光は生で感じるに限るな。呪霊の肉などつまらん。人は、女はどこだ。いいね、悪。あそこの文言だけで悪だとわかるな。口しやがった。ほう、いい時代になったものだな。女も子供も宇治のように湧いている。いや、素晴らしい。いいね、マジで。大札だ。最高。最高じゃん。え、あ、来た。誰だか知らねえけど、人の体で何してんだよ。返せ。かっこよ。お前なんで動け。両方かっこいい。この体はすでに俺の。いや、俺の体だし。いいからさっさと返せ。熱い展開だよな、マジで。お、あら、伏黒、これってどういう。おお、伏黒もびっくりするだろう、この状況。お前はもう人間じゃない。そうだよな、焦るよな。虎杖悠仁、うん、お前を呪いとして払う。あら、悲しい。悲しいな。これで1話終了と。なかなか濃いぞ。なかなか濃い1話。そして五条悟が強すぎる。どうです、呪術廻戦のスマホゲーム。なかなかいいんじゃないかい。まあ、一旦はここまでにしとくか。